スタートしましまたややばらついたスタート先行争いまずは16番のテイエム・キュウを出を伺いますがさらに13番テイエム・チュラッコ前の2頭テイエム・チュラッコの方が先頭に立っていきます3番手広がってムラ侍さらにカシノ・タロン内からは光栄ロンドですその後18番のテイエム・ゲッタドンが行って内から9番のペール・オーキッドですあとは中段にかけて12番のテイエム・トッピモンが行って内は2番の霧島・ホーマあとはカシノ・エーデルが行って3コーナーのカーブへと向かっていきますその後は集団で のサプライズが行きました外からはテイ・エム・ボッケモンも上がっていって34コーナー中間ですあとは霧島娘テイ・エム・テイエムヒットバスがいって34コーナーの中間です外からはハーレム・シェイク上がっていきました後方には15番テイ・エム・ヒッカッタ3番、カシノ・ピカロです 残り400を切ったところ前の2頭が抜けましたテイエム・チュラッコとテイエム急行・キューこの2頭を並んで直線に向いて3番手は開いてコーエロンドさらにはカシノ・タロンが3番手を争っています前の攻防は13番のテイエム・チュラッコまだ200を切って先頭16番テイエム・キューを2番手から追っているこの2頭の競り合い開いた3番手は2番の霧島・ホーマーが上がってきた前は入れ替わった16番テイエム急行・キュー先頭でゴールイン2着は13番テイエム・チュラッコ3着に2番の霧島・ホーマーの順です